赤色ギャング事件を報じた東京朝日新聞の記事赤色ギャング事件とは、1932年10月6日に東京府東京市大森区で発生した日本共産党党員による銀行強盗事件、大森事件、大森銀行ギャング事件とも日本国内で白昼に行われて成功した銀行強盗事件としては初であり、 当時のアメリカ映画に登場するギャングそのままの犯罪だったため、ギャング事件と呼ばれることになった。事件の概要1932年10月6日午後4時頃、東京市大森区にあった川崎大百銀行大森支店に拳銃を持った覆面乱三人組が裏口から押し入り、床に向けて発砲した。犯人グループは中にいた行員たちを応接室の前に並ばせ、 その間に3万1700円を奪って裏口から出て行き、用意していた自動車で逃走した警視庁大森警察署は、直ちに緊急配備を敷いたが、犯人検挙に至らなかった。ちょうどその頃、牛込神楽坂警察署では、あるバクトの取り調べを行っていたが、その際に、以前、別の暴力団員に拳銃で脅かされたと供述し、その暴力団に関して、 捜査を行ったところ、拳銃の密売人がいることを突き止め、その密売人を検挙した。その密売人を追求したところ、以前斎藤という男に拳銃25丁を売り、今度も拳銃6丁と実弾600発を売る予定だったと自白した。警察は斎藤を蒸気ギャング事件の関係者と推測し、待ち合わせ場所に張り込み、検挙に成功した。 斉藤は、はじめのうちは黙秘していたが、彼の所持金の中に、強盗事件の発生した、川崎大百銀行大森支店にあったはずの10円紙幣、62万3701号、62万3746号が混ざっていたことが判明し、追求したところ事件の主犯であることの自供に至った。斉藤は、日本共産党資金局員であった。彼の供述により、 残る2名も検挙された。1932年当時の日本共産党は、プロフィンテルンアジア太平洋支部の太平洋、労働組合初期局の壊滅と、党員、支援者の相次ぐ、検挙等により、資金難に陥っていた。当時の日本共産党は今日スパイ M として知られる、松村が組織の中心になっており、戦前期最大の党組織を作り上げていた。 資金も寒波によって月3万円を集めることができた。党の周辺にいた人々を入党させ、赤旗もろく7000部発行するに至った。しかし、1932年3月、党員や支持者の多かった日本プロレタリア文化連盟が手入れを受け、400名に上る検挙者を出した。資金網をやられた党財政の困窮を救うための第一の手段は、 金持ちの指定の審判に家の金を解体闘争させるというものであった。さらに、同年7月から日本共産党技術部を家屋資金局と名称を改革重、再編成し、大塚優勝を中心に戦闘的技術団を作り、非合法活動のため、強盗、強括詐欺、つもたせ、エロ写真など考えられる限りの計画を立てた。 武装放棄のための武器購入に資金が早急に必要だった。そこで資金獲得のために銀行強盗を思い立ち計画が進められた。当時事件の首謀者は松村とされていたが実際に計画を発案したのは後建築家となる今泉義和であった。後のインタビューで今泉は企画を持っていったのは自分でやるより しょうがないだろうという結論を出したのも自分と述べている。アメリカのギャング犯罪が載っている本を読んで銀行強盗の研究をし、密輸業者からピストルを60兆以上購入し、ゴロツキを使って東京白山の不動貯蓄銀行白山支店を襲撃しようとした。しかし、そのゴロツキに準備資金を持ち逃げされて失敗に終わった。 この経験から、党員自らが実行する方針に変更し、再度不動貯蓄銀行を襲おうとしたが、成功しなかった。大森の第100銀行を選んだのは、実行部隊の中の石井の父親が、同銀行と取引があり、内情に詳しかったためであった。襲撃は、大塚らが実行し、今泉本人は、司令部にいて、 彼らの報告を受け指示等をしていた司令部はビルの一室を借りて広告会社名義の看板をかけていた。1932年10月6日、実行犯主導者の大塚は西城義治、中村隆一らを指揮し、東京大森の川崎大百銀行を襲撃、ピストルで行員を脅して3万円を強奪することに成功する。 モーニングを着て、清掃した、川上義子、井上玲子を連れて、車に乗り強奪した金を運んだ大塚は、非常線に2回引っかかったにもかかわらず、無事通過することができた。川上義子は、川上はじめの次女で、大塚のハウスキーパーであり、井上玲子は、京都市長であった、井上ひそかの次女で、実行犯の西大の恋人であった。 襲撃に使用したピストルは右翼の男の紹介で神戸に2回ほど出向いてその筋から外国からの密輸入のものを2ダースぐらい購入1ダースくらいが同じスタイルであとは混在し弾は200から300発ほどであった購入した銃は分散して隠した大塚らが奪った金を新橋で受け取り確認するとカバンの中に帯風のかかったものとバラで2万いくらか アジトで M に渡した。逃走用に使った自動車は、日本共産党技術部が、円卓事業のために購入したものが使われた。強盗計画の首謀者である今泉の逮捕は、事件後3日目で、拳銃を取引している右翼の密告があり、右翼と会う、街頭連絡で逮捕された。ピストル密売のルートから糸をたぐった警察による、捜査とも言われていたが、今日では、 スパイ M の存在により、犯人らの動向は完全に把握されていたことが判明している。神楽坂の警察署、続いて警視庁に誤送され、市ヶ谷刑務所高知房で裁判を受けた、大塚をはじめ家屋資金局のメンバーを次々と逮捕。大塚は逮捕されてからスパイの手で等の秘密が警察に完全に握られていたことを知り、 もはやこれ以上苦労をしても無意味であると思い、丁重に扱うことを条件に義家である、川上はじめのアジトを教えて逮捕された。大森銀行ギャング事件で、今泉は大津から14名と共に、強盗、窃盗、爆発物取締り罰則違反、私文書偽造詐欺並びに、治安一法違反等、東京地方裁判所、 西久保予診判事の手で審理され、予診集結決定する。事件に関係した者はずっと後で逮捕されたと、今泉は語っている。今泉は治安維持法違反に問われ、一審で求刑が15年、判決は13年となる。強盗罪ではなく治安維持法違反に問われたのは、殺人と障害を伴わないのは10年未満で、出所できるためであった。 赤色ギャング事件は、権力による赤狩りに利用された一方、日本共産党指導部は、同事件関係者を、スパイ一味の挑発者と規定した。赤色ギャング事件の実行責任者であった大塚は、同事件の責任転嫁をした、登場総部への怒りと、部下に対する責任を痛感し、苦悩したという。日本共産党はこの事件の他にも、犯罪を計画していたことが、 警察の取り調べで明らかになった。共産党側は、以上の経緯はでっち上げであると主張している。特別高等警察のスパイである飯塚が、共産党党員を強さし、事件を起こさせて逮捕したとする説。作家で熱烈な共産党支持者としても知られる、松本清張、飯塚について書かれている著作もこの説を取っているほか、実際の首謀者である今泉も、 藤森テルノブラから受けたインタビューで明らかにしている。本事件の翌月、本県に触発された借金区の愛国貯蓄銀行外交員が神戸市の56銀行駒川林支店を襲った。犯人はハワイで暮らしていたことがあり、その時に所持していたピストルを使って金を、強奪、六発を発砲しながら逃走したが、 公員や近隣住民らに追いかけられて捕まり、懲役15年に処せられた。ありがとうございます。